旬と日本語ポッドキャスト72、初心者 beginners 元気1 level、 仕事と生活のバランス work life balance。 どうもこんにちは、日本語教師の旬です。元気ですか？今日のトピックは仕事と生活のバランスについてです。このトピックは面白いですよね。私はいつもこのことについて考えています。仕事と生活のバランスはとても大切なことだと思います。どうですか？仕事をしすぎるとストレスが溜まって、体に良くないですよね。でも仕事をしないで毎日ネットフリックスを見ているとどうですか？楽ですけど楽しくないですよね。あと仕事をしないのでお金もありません。バランスが大切ですね。日本で仕事をしているときは、仕事のとき以外は仕事のことを考えないようにしていました。仕事に行く前にサーフィンをして、家に帰ってからテレビを見てのんびりしていました。日本はたくさん祝日があります。だから会社で働いていた時は休みの日がたくさんありました。それは良かったですね。仕事を辞めてから今まで自分の自由な時間を優先していました。ほとんど仕事をしていませんでしたね。まあ毎日楽しかったですが、自由な時間がありすぎました。私の友達は羨ましいと言っていましたが、時間がありすぎるのはあまり楽しくなかったです。だから私は仕事を少しし始めました。とても良かったです。仕事を少ししかしませんでしたから、仕事が本当に楽しかったです。仕事を始めて、もっと仕事をしたくなりました。今はたくさん仕事をします。でも、楽しいですね。でも今は自由な時間があまりありません。いつも仕事のことを考えています。多分これはいいことですね。でも今は休みの日がありません。私は会社に勤めていませんから祝日もありません。今は楽しいですが、少し仕事をしすぎていると思います。仕事と生活の質も大切だと思います。楽しい仕事と楽しい生活ですね。両方大切ですよね。たくさんの時間を仕事に使いますから、仕事が楽しくなかったらそれはちょっと大変ですね。でも生活が楽しくなかったら、それもつまらないですね。私はもっと楽しい仕事をして頑張りたいです。プライベートの生活も、友達と楽しく遊んだり、家族と過ごす時間を作りたいですよね。私はいつも上手に
仕事と生活のバランスを取ろうとしています。でもこれは難しいですね。皆さんはどう思いますか？Words and phrases used in this episode. 大切 important. ストレスがたまる to pile up stress. 体にいい healthy. 仕事をしすぎるとストレスがたまって体に良くないです。If you work too hard, stress piles up and not healthy. 意外 except for 祝日 national holiday 自由 free 優先する to prioritize 今まで自分の自由な時間を優先していました。By far, I have prioritized my free time. 羨ましい jealous. 考える to think over. 質 quality. 両方 both. はい、今日は仕事と生活のバランスについて話しました。どうでしたか？皆さんは今の仕事と生活のバランスについてどう思いますか？どんな仕事と生活のバランスが欲しいですか？よかったら YouTube のコメントで教えてください。Thank you so much for listening. If you like this podcast, be sure to hit the subscribe button for more Japanese podcasts for beginners.Transcript is now available on my Patreon page. The link is in the description. Thank you very, very much for your support. では、また次のエピソードで会いましょう。じゃあね、バイバイ。It makes a difference when a community gets thousands of new jobs. It makes a bigger difference when all of those jobs pay more than double the federal minimum wage. All Amazon employees make at least $15 an hour. Employees aren't the only ones who experience the impact of our starting wage. Neighbors like Sylvia and Francois of Sylvia's Cafe in Opa-locka, Florida, feel the impact of that extra spending money.See their story at about amazon.com/15. Be the candidate investment firms are looking to hire. Become a CFA charter holder. Stand out for having the skills to thrive in the competitive investment industry. Visit cfainstitute.org/learn to find out more about the Level 1 CFA exam.